これを知らずにポートレートは撮れません。ポートレートを撮りたい人必見です。こんにちは、ビバフォトアカデミーへようこそ。写真家の立花龍馬です。今日はポートレートの極意について語りたいと思います。では行ってみましょう。ポートレートは表情を引き出したりとかいろいろテクニックがあって、今まで表情の引き出し方はたくさん動画を出しているので、そちらを確認ください。で、今日は撮影をする時の流れ、どういう流れで撮っていくかについて語りたいと思います。まず撮影場所を決める。で、もし、撮影の依頼とかがあったりとかしたら、なるべく事前に撮影場所を決めるとか、早めに行って撮影場所を決めとくっていう感じですると焦らなくても済みます。で、結構場所を決めずに行ってどうしようどうしようってなってると、モデルを待たせちゃうので、だからできれば事前に確認するか、早めに行ってロケハンをちゃんとしとく。そうすると自分も安心して、プレッシャーがかからないので、事前に調べてください。で、自分の撮りたいイメージに合った場所、例えば自分がかっこよく撮りたいのか、可愛く撮りたいのか、どういうふうに撮りたいかに合った場所を選ばないと自分の伝えたいイメージは伝わりません。例えばざっくり言うと、ちょっとクールな感じとか、シャープな感じとかだったら、素材をね、合わせるといいです。例えばかっこいい感じだったら鉄の質感とか石の質感とか、そういう感じで背景を選んでいきます。例えばちょっと古い感じだったら古い木の、建物の前で撮るとそうなるし、ちょっと都会っぽい感じだったら、高層ビルが見える場所だったりとか、そういう感じで選ぶと場所は選びやすいです。で、その時にもちろん背景がかっこいいっていうのも大事なんだけど、あくまでも背景は脇役で主役はモデルだから、いくら背景の場所がかっこよくてもモデルを邪魔する場所、モデルより目立っちゃう場所は NG です。結構背景にこだわって、で、結局モデルより目立って目線がそっちに行くっていう写真がすごく多いので、これは主役を間違ってるよってことです。だから私はもしかっこいい場所でもモデルより目立っちゃったり、モデルを邪魔する場所だったらそこは諦めます。主役はモデルだから、はい、ここを気をつけて選んでください。で、次に自分が撮りたいイメージを被写体に伝える。これね、当たり前じゃんと思うけど、結構自分の撮りたいイメージを決めないで伝えないでモデル任せにしてる人がめちゃくちゃ多いです。で、これはね、モデルの質が高かったらいい写真になるけど、モデルがもし慣れてなかったりとか自分で動けなかったらいい写真になりません。だからモデル任せにしてても常にいい写真は撮れないってこと。なので必ずカメラマンがどういうイメージで撮りたいかを伝えてモデルをコントロールしていくってことです。これはね、自分が撮りたいイメージを伝えるっていうのは、モデルの責任にするんじゃなくて全部自分の責任だよっていうのと同じです。結構相手に任せるのってなんか相手を尊重してるみたいに思うけど、実はね、モデルに責任を押し付けてるってことです。自分で決めて自分で伝えたらうまくいかなかった時に自分が悪かったっていうふうにモデルを守ってあげることができるので、必ずカメラマンがイメージを決める。ただ、モデルがこう撮ってほしいっていう依頼できた場合はモデルがどう撮りたいかを聞いて、で、モデルがどう撮りたいかを撮ってあげるっていうのが大事で、だけど今日は
自分が撮りたい写真を撮るっていうのを前提にやっていくので、それは自分が撮りたいイメージを伝える、その時に結構イメージを伝えるのって難しくて、なんでかって言ったら選択肢がたくさんあるので、じゃあどうすれば伝えやすいかって言ったら、まずはイメージをかっこいいとかわいいに分ける。そしたら決めやすいので、でかっこいいかわいいに分けたらどうするかって言ったら、そっからイメージを深掘りしていく。そうするとすごく細かいイメージが出てくるので、でね、イメージは細かく具体的にすればするほどモデルはやりやすいです。なので例えばかわいいっていう感じでイメージを絞ったら、どういうかわいさなのか、ブリブリにかわいい感じとか、ナチュラルにかわいい感じとか、ちょっとクールだけどかわいい感じとか、そうやってどん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 深掘りしていくと、すごく細かい明確なイメージに落とし込めます。でそれを聞いてモデルは自分で想像したりなりきったりして表情を引き出していくので、だからこれが具体的であればあるほどモデルはやりやすいです。しかも自分が撮りたい写真に近づくっていうことです。はい。で、モデルはなぜそこにいるかっていうと、カメラマンが撮りたい写真を撮らせてあげるためなので、モデルはカメラマンが何を撮りたいかが知りたいのです。知らないとやってあげれないから。だから、なんかこういうことを伝えたらと思われるのかなとか、なんか間違ってたら恥ずかしいなと思って伝えるのを躊躇してるカメラマンがいるけど、それはね、逆。モデルは情報をたくさん知りたい。だからカメラマンがイメージを伝えないとどうやっていいかわからないから、結構自分が適当にやっちゃうとカメラマンが撮りたい写真にならないので、モデルはたくさん情報が欲しいんです。だから伝えてあげた方が親切なので、細かく説明してください。でもし説明してモデルがわからない場合は、それってどういうことですか、こういう感じですか、こういう感じですかっていう感じで、わからないことは質問してくるので、何にも恐れずにどんどん自分のイメージを伝えてください。はい。で次が立ち位置を明確に伝える。これはそこら辺に立ってっていうふうに言う人が多いんだけど、もしそこら辺に立ってって言ってモデルが立って良くなかった場合、モデルは、あ、私がここに立ったからダメだったんだって言って自分のことを責めちゃうので、だからさっきも言ったように、全部カメラマンが責任を負うために、ちゃんとここに立ってっていう感じで明確に伝えてください。これすごく大事です。でそうするとモデルは、あ、じゃあここに立てばいいんだっていう感じで、どうやっていいかが分かるので、だからここをね、結構うやむやにしてそこら辺って言って指示出す人がいるんだけど、これはね、優しくないです。ちゃんと明確にここに立ってくださいっていう。でもしそれが場所が違ったんだったら、ごめんね、ここに立ってっていう感じで変更すればいいだけなので、必ず明確に伝えてください。でこの時にもじもじして、どうしよう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 ってもじもじやってると、モデルは、大丈夫かな、今日任せれるのかな、どうしようっていう感じになっちゃうので、もし明確に分かんなくても、とりあえずここに立ってって指示出して、もし違ったら、ごめんここじゃなかった、こっちの方がいいかもって言ってここに立ってって言えば OK なんで、とにかく明確に素早く伝える。これね、めちゃくちゃ大事です。はい。でその時に大事なのが、背景と被写体があった時に、背景は動かせない、被写体は動かせるので、まずは場所をちゃんと決める。でそこの場所をカチャって撮っていい写真であれば、あとはモデルをどこに置くかを決める。モデルを動かすことはできるから。で結構ね、ロケで撮る時になんかモデルばっかり見てて背景が変なとこになっちゃったとかっていう人も多いんだけど、それはね、動かせない背景から決めてないから。
だから動かせない背景から決めて、あとは寄りなのか引きなのかで立ち位置をコントロールすればいいでしょ、うん、だからね、動かせないものから決める、で最後に立ち位置を決める。そうすると背景もいいね、モデルの位置もいいね、両方ともいいねでクオリティの高い写真になるってこと。これね、めっちゃ大事です。モデルに任せずに自分で明確に決める。で次、立ち位置を決めたら今度は感情を引き出すために設定を決める、うん、これはどういうことかっていうと、人間の感情と表情は完全につながってます。完全に一致してるってこと。例えば自然な笑顔が欲しかったら自然な笑顔になる感情を引き出さなきゃいけないってこと。例えば気持ちのいい自分の大好きな場所で、天気が良くてぼーっとしてたらすごく自然な笑顔になるだろうし、だから感情と表情が一致しているので、感情を引き出すための設定を決めてあげると、モデルは自分でイメージして、それでその感情を出して、感情と表情は一致しているから自分の撮りたい表情が撮れるっていうことです。はい、これは私の場合はものすごく細かく設定します。その方がモデルがやりやすいからね。で、感情を引き出すための設定っていうのは、私に言わせると台本です。台本、例えば自分の大好きな場所にいて、例えばハワイが好きだったらハワイの海の木陰で大好きなブルーハワイを飲みながら幸せだなって感じで遠くを見てて、ってこれ設定ですね。まあ、いわゆる台本でね。ムービーを撮るとき、映画を撮るときとかは台本があって、それを役者が読み込んで、でそれを想像してなりきってやるのに、なぜかスチールの場合は台本がなくて、笑ってとかちょっとかっこいい顔してっていう感じでやってるけど、そうすると感情ってめちゃくちゃ細かいから、笑顔でもめっちゃ笑顔で楽しい感じの笑顔と、一人で部屋の中の笑顔と、他人がいて笑顔と、親がいて笑顔と、彼氏がいて笑顔と、全部笑顔の質が違うのに笑ってって言っても無理だよってこと。だから微妙な感情を引き出すために設定をしてあげる。そうするとモデルもめちゃくちゃやりやすいです。だから動画を撮るとき、ムービーを撮るときと全く同じで、こっちで台本を作ってあげて、それを演じてもらって、それを切り抜くとすごく感情の伝わる写真になります。多分このやり方でやったことのない人が多いと思うけど、絶対これでいい表情が引き出せるのでやってみてください。人間の感情が表情と完全に一致してると。例えば嬉しいって可愛く言ったら可愛い表情ね。で、上品な感じで嬉しいって言ったら上品な感じ。で、めっちゃかっこいい感じで嬉しいって言ったらかっこいい感じ。これね、感情と表情が完全に一致してるってこと。じゃあ、例えば私の好きな馬刺しを食べて美味しいって言ったら笑顔になるよってこと。これ簡単でしょ。これね、思い出し笑いと全く同じで、今馬刺しを食べてない、過去に食べた馬刺しを思い出してリアルに感情を感じて美味しいって言ったらもう絶対笑顔になるね。これを細かくミリ単位で引き出すために設定をしてあげる。例えばバーベキューに来てカレー食べた後に馬刺しを食べて美味しいだったら開放的な感じ。じゃあ高級なレストランでスーツを着て蝶ネクタイつけて上品な感じで美味しいだったら上品な感じ。これをやるためにこの設定がめちゃくちゃ大事なんです。なので
この設定ができれば本当にミニ単位で表情を引き出すことができるのでやってみてください。はい、次にカメラマンがまずその感情になる。これね、どういうことかっていうと、カメラマンの表情、空気感がモデルの表情、空気感になるよってこと、映るってことね。だからね、これすっごく単純なんだけどめちゃくちゃ大事で、よくねこういう人を見るんだけど、笑ってください、もっと笑顔で、これね自分のこの真顔が相手の真顔になるから、笑顔で笑ってって言っても無理だよってこと。だからもし笑顔の写真撮りたかったら、自分がまず笑顔ね、感情ね、空気感をハッピーな感じにして、こういう設定で、じゃあ好きなものを食べて好きな場所にいてめっちゃハッピーって感じでやってって言ったら、カメラマンの空気についてくるからめっちゃハッピーな感じが撮れるってことで、かっこいい感じを撮りたい時に笑いながらかっこいい感じでって言ってるけど、それは無理。自分が先に欲しい空気感になって、かっこいい感じで、そう、もっと真剣で、もっと真剣に、そうって言ってると、この空気感が相手に移ってかっこいい顔は簡単にできるってことね。これめちゃくちゃ大事だからね。で、撮られてるモデルはカメラマンが笑ってるのにかっこいい顔をしてって言っても無理、引っ張られちゃうから、思わず笑っちゃうからね。で、カメラマンがブスーってしてつまんなそうにしてるのに楽しそうにしてって言われても無理。だから先にカメラマンがやってあげるとモデルはめちゃくちゃ楽になるので、カメラマンが先にやってあげる。そしたらモデルがついてきて自分が撮りたい表情を撮れる。ね、だから自分の空気感が相手の空気感になるっていうのを覚えてて、で、もし自分が笑いたくないのに相手に笑ってっていうのはやめてください。それはかわいそうだから。だって自分が笑うのが恥ずかしいのにモデルに笑ってっていうのは失礼だからね。これ信頼関係で写真はできてるので、お互いの共同の作品なので、相手のことを思いやらない人は絶対いい写真を撮れないから、お願いしたカメラマンが先にやる。これ絶対そうしてください。はいはい、次、撮った写真をモデルに見せながらイメージのすり合わせをする。これはね、自分が可愛いかっこいいって言ってもモデルが感じるかっこいいとかわいいとは全然違うから、口ですり合わせをしようと思っても無理です。なので初めに伝えてやってみて、これよりももうちょっとこうしてほしいとか、これもいいけどもうちょっとこういうのもいいねなのか、そうやってね、写真を見せながらイメージをすり合わせるのが一番伝わりやすいです。例えば美容室に行った時にこういう髪型にしてくださいって伝えるのはめちゃめちゃ難しい、言葉で説明するのは難しいから。だから切り抜きを持って行ったり、インスタで素敵な髪型を持って行ってこういう感じでしてくださいって言ったら、美容師の人もあ、こういう感じですね、前髪はこういう感じでっていう感じで伝わるでしょ。それと同じ、写真も物を見ながらすり合わせていく。そうするとモデルにも伝わるから、モデルもやりやすいし自分も伝えやすい。で、これを見てすり合わせて、それで OK だったらもう一回それをやってもらうとさらにいい写真が撮れるので、そういうふうにやってください。はい、でね、この時にすごく大事なのが、もうね、なんかすっごく慣れてくるとモデルにダメ出しをする人がめちゃくちゃ多いんだけど、ダメ出しなんてしないで。なぜならモデルはダメ出しされるとテンションが下がるから。例えばね、こうやってって言ってやったのに対してそうじゃないって言われたら、いやいや私言われたからやったんだけど、それ
そうするとモデルはものすごい自信をなくすし、すごいテンションが下がるから、じゃあどうするのって言ったら、こうやってって言ってやってくれたら、ああそれいいねって言って肯定して、その後にもしそれが違うんだったら、次はもうちょっとこうやってみようかって言って提案すればいいでしょ。一緒に作品を作っていくんだから、モデルにお願いしてやってくれたら OK、 ありがとう、でもうちょっとこうやったらもっといいから、それもやってみようかって言えばいいだけだからね、うん、そこのちょっとした気配りがすごくいい写真につながっていくから、もうちょっとした気配りで全然写真が変わるから、いい写真を撮りたかったら徹底的にモデルに寄り添ってあげてください。はいね、言葉では具体的に伝えられないので、写真を見ながらイメージをすり合わせていく。今この撮影する順番の中に、なんか世間話をしようとかそういうのは一個もないから、モデルとカメラマンの共通点はいい写真を撮ることでね。よく話をつなげようと思って世間話をする人がすごく多いんだけど、もちろん聞きたいことだったら全然聞いてもいい。だけどね、聞きたくもないのにとりあえずその場の空気を埋めようとしてやった質問は相手にもわかるし、でね、聞かれたモデルは答えなきゃいけないからめちゃくちゃ負担だからね。だから必要な会話だけで全然 OK。 その代わりちゃんと寄り添って相手のことを考えて必要なことだけ話してあげれば大丈夫ね。で、あといい時はいいって言ってあげて、そういう感じのコミュニケーションを取れば全然 OK です。はい、必要なことだけ喋れば大丈夫だから、自分が口下手だなと思ってる人も大丈夫、この必要なことだけを話せばいいから。で、取ってやってみて OK だったら OK だし、ありがとうだし、で違うんだったらもうちょっとこういうのやってみようか、で取ってみてまた見せてっていうのを繰り返せば OK だから。今回は撮影の流れについて解説しました。でちょっと長くなったので、次回写真を見ながらどういうイメージで撮ったかについて解説したいと思います。次回も楽しみにしててください。じゃあね、バイバーイ。ポートレートイエイ。